い論破、どこかで聞いたことないですか。なんだか2倍返しの彼と重なってしまいますけど、違うのかな。それこのはい論破という言葉、単に立場の上の人が立場が低い人を押さえつける、それだけの言葉なんですよね。論破してないのにはい論破と押さえつける、そういう悪の言葉だと私は考えますね。相手が言葉にちょっと詰まっただけではい論破、枝葉的な質問に答えられなかっただけではい論破、大体こんな感じで使われますね。それこのはい論破という言葉が出てくるとき、結局二人で話してるだけなんですよね。それ二人で話してたら何も決着つかないですよ。特にお互いの主観を言い合ってるとき、話は平行線になるだけですよ。ではどのようにしたらいいのか。決闘のルールに従えばいいんですよね。決闘というとすごく野蛮なイメージがある。もちろん先進国のほとんどでは今は禁止されてる。でもその野蛮だと思われてる決闘、しっかりとルールがあったんですよね。決闘だから戦う二人がいる。適切に決闘が行われるように決闘立ち会い人を立てます。だから審判いるんですよね。判断する第三者がいるんですよね。さらに決闘ではお互いが使用する武器の種類、どうなったら負けなのかというルールの設定、それも行われてましたね。相手がちょっと気づいただけで負け、相手が逃げたら負け、死ぬまで戦わせる、そんな中でしっかりと取り決めがありました。議論を行う場合もその決闘のように議論を判断する第三者が必要なんですよね。だから二人だけの議論成立しないと考えます。ディベートの大会だと必ずジャッジって言いますね。だからそれが立ち会い人なんですよね。第三者の人たち、その人たちがディベートの勝敗を判断する。あとディベートの中ではい論破なんて言ったらポイントつかないですよ。ポイントを減点されるかもしれないですね。だから議論にはい論破言ってはいけないですね。